今日は予定されていた内容を大幅に変更して、現在 NUN 新国際連合本部で行われているユーピオ代表ギルバート・パーク氏の緊急記者会見の模様を生中継でお送りします。今回の会見はますます激化する最近のゼネラルリソースとニューコムの紛争に対してユーピオとしての立場を明確にするために開かれたもので、今では半ば形骸化してしまっている治安維持活動に対し一般から多数寄せられている抗議に応える形で、あ、中継がつながったようです。ではご覧ください。よって皆さんよくご存知のように、今や両者間の争いはすでに紛争というレベルを超え、有事や全土に広がっております。もはや我々ユーピオのような NUN 管轄に属する治安維持活動では事態を収拾することは不可能です。これが誠に遺憾ではありますが、常に様々な国際紛争の最前線の現場に立ち続けてきた我々の公式の見解であります。まさに時代は変わったのです。かつてのような対話による解決の時代はもはや終焉を迎え、我々ユーピオ、いや NUN 全体にとっても行動の時が来たのだと。今後の我々はそのような自覚を胸に、かつてないほどの大胆な行動を勇気を持って実行していく所存であります。つきましては国民の皆様にも我々の立場を十分にご理解していただき、あんたらこの全面戦争でどちらかに加担するだけでも言うつもりか。おしゃしさならどういうつもりだよ。税金で人殺しでもするって気か。態度が火に油を注いでいるんじゃないのか。パークか、奴の欲深さと身軽さには敬服するしかないな。奴こそまさに人間の業そのものだ。私利私欲、自分の地位のためなら治安維持の名を語り、戦争という人殺しですら喜んで取引の材料にする人の欲とはかくも愚かなものだと思わないか。しかしどんな人間も己の肉体が滅ぶまでこの欲からは逃れられないのだからな。まさにこの世は生き地獄としか言いようがない。私はそんな全世界にはびこる腐りきった連中を目覚めさせてやらねばならない。それはゼネラルの一社員としての義務業務を超越した崇高なる目的である。君にこんなことを話すのも、今回の作戦は通常の業務を逸脱した行動となるからだ。近々ニューコムでロケットの打ち上げが計画されている情報をつかんだ。その隙に空挺部隊アントリオンを送り、ニューコムのテクノロジーをごっそりいただく。アントリオンの援軍申請に関しても上から直に認められている。私は信じている。この目的には義があることを。それでは。Thank you.
の援護願います。軌道に乗ると我々は多大なダメージを受ける。直ちに撃墜せよ。迷うな、追え、撃ち落とせ。コムのロケット打ち上げ目的は我が社の軌道上レーザー攻撃衛星の破壊だったようだ。また宇宙開発基地を占拠することにも成功した。詳細報告に期待する。準備はこれで全てが完了した。それも君の力があってこそのものだ。これまでの活躍心から感謝している。すでに時は近い。この私が秘めたる目的に関しての詳細は追って伝える。今は短い休息を取ってほしい。